こんにちは。こんにちは。クレイです。はい。さて、今日は久しぶりに、はい、R&D向こうの新作のご紹介をしていきたいと思います。しかもですね、見てわかるように、今回は結構お待ちかねの方もいたと思います。うん、サーカスシリーズというのがたくさん入ってきましたので、今日はそのサーカスシリーズの中から、5型ほど、はい、新作のアイテムをご紹介していきたいと思います。はい、はい、ちょっとあんまりお洋服っていうよりかは、今回小物メインなんで、うん、そうですね、このシリーズのアイテムを紹介するっていう感じですね。そうですね、はい、ぜひ今日も最後まで見てもらえたらと、はい、思います。はい、はい、ではですね、まずこの着ている T シャツからいきますね。はい、これはその名の通りサーカスと書いてある赤いテントが描かれた T シャツが入ってきました。はい、R&D向こうはこうシーズンごとに T シャツをいっぱい、出してるんですけども、今回はこのサーカスというテーマに沿った赤いテントと、そして文字ですね、書かれている T シャツが入ってきました。はい、素材はいつものようにガーゼに近いような、とっても気持ちがいいコットン 100% になっています。でちなみに私が着てるのはレディースの M サイズになっています。はい、比較的こうコンパクトで、ちょっと私みたいに細身の方、小柄ではないな、細身の方にちょっとぴったりかなっていうような感じですね。丈感も長すぎず、そうですね、ジャストフィットで着る感じですよね。そうですね、ちょっとオールドマンさんの T シャツはコンパクト気味、なので、はい、私はこのサイズが結構ぴったりな感じです。ちなみにL サイズも、レディースの L サイズもありますので、ぜひ見てほしいなと思います。私が着てるのが、実はこちらはメンズの、しかも XL、大きいサイズを着ております。ちょっとまあ今こんな感じでパンツインして、ここですね、袖を、ちょっとこんな感じでロールアップして、かなりこう大きいので、はい、こんな感じで今着ております。はい、ちょっと一応袖も下ろしてみると、だいぶ大きいですよ。そうですね、こっちと全然違う。レディースとはやっぱ全然違うんですけど、またこれも出しましょう。こんな感じです。やっぱ出すと全然大きさ違いますね。全然違いますね。身幅ももちろんゆったりですけど、もちろんこの袖もかなり長めですね。全然違う。こっちで丈も長いです、でやっぱこう肩も若干こう落ちている感じです、XL なので、こんな感じですね。メンズの XL って聞くだけ、なんかその言葉だけ聞くと、なんかもうこんなんみたいな、でかいみたいな、でかいみたいなっていう感じだと思うんですけど、実際まあこの女性が着ても可愛いサイズ感です、ゆったりしてるのがお好きな方はメンズの方が断然にいいと思いますし、この XL あえてこうオーバーで着て、さっきみたいにちょっとこうパンツにインして、さらにこう袖をまくるっていう着方が、なんかこの T シャツ可愛いなと思いました。ちょっと大きめをアレンジして着るのも、いいと思います。なんかね、こう女性らしい、でもなんかラインとか好きだったら多分こういうレディースの方がいいかもしれない。なんかこうあえてデニムとかちょっとこうカジュアルにちょっとメンズっぽく着たいとかだったら、こういうオーバーサイズ可愛いんじゃないですか。可愛いと思いますね。私もどっちかって言ったらそっち好みです。そうかもしれない。確かに確かに確かに、そうですね。私はどっちかって言ったら、結構コンパクトな方が好きなのかもしれない。逆になっちゃった。はい、サイズ展開と、そして、グレーとホワイトの展開なんですけど、クレイはホワイトのみの展開になっておりますので、やっぱグレーはね、ちょっと夏はね、夏は問題があるので、やっぱ白が可愛いですね。白可愛いですね。白可愛い。生えてとっても、そうです。ここのね、虎とか横の虎も可愛い。そこになんかオールド R&D向こうって書いてあるの。そうなんですよ。ここですよね、テントのね。あ、テントに書いてある。テントも書いてある。そう。テントも書いてある。あ、違う、ウェルカムって書いてあった。こっちのここに。ここですね。はい。はい。ブランド名が書いてある。はい。じゃあこちらの方も見てみてください。
じゃ引き続きまして、うん、小物の、ご紹介をしていきたいと思います、はい、まずはですね、これからいこう。R&D 向こうは定番のトートバッグを出しているんですけど、うん、今回その形と同じ企画でこのサーカスシリーズが登場しました、うん、でクレイにはこの S サイズそして L サイズが入荷しました、はい、で柄もこんな感じで全面にかわいいですねこれ、はい、タッチが何とも言えないタッチそうですよねでなんかもう本当にここのライオンとかすごいリアルすごいかわいい、あのオールドマンさんは毎シーズンこういうテキスタイルを、うん、かわいいんですよねかわいいんですよね出してくださってるんですけど今回も見事にみんなの心をわしづかみにこれ動物系が、かわいい、かわいい、本当にかわいい動物かわいい、すごいデザイナーさんご夫妻はあのワンちゃんを飼ってらっしゃるんですけど、うん、やっぱり動物に対する愛情がすごくよく伝わってくる、はい、あの絵のタッチというか、そうこれもとっても使いやすいので、はいはい、ぜひ用途別でこのちっちゃいのが一番ね人気、そうですね、なんかこう日常使い普段こう使うのに最適なサイズ感、そうですね、でこっちのサイズ選ばれる方も多いですけどね、うん、これだったら本当に軽く1泊ぐらいとかでも使えるぐらいなので、うん、そうですね、結構荷物多めな人とか人、遠出するときはこっちがいいかな、ちっちゃい方も、はい、まあでも絵柄がいっぱいあるのは大きい方ですね。そうですね。そう面積がね、面積が広いのは大きい方なんで、まあちょっとまあそこもそうですね。加味しながらちょっと、はい、悩んじゃうかもしれませんが、はい、これもぜひ見てみてください。はい、続きましてもう一個もバッグなんですけど、これはマルシェバッグですね。これも毎シーズン出しているマルシェバッグと同じ形でサーカスシリーズ。はい。これはスモールサイズになっています、はい、かわいいかわいいですね、まあ、いつものように野田ホーローがメインについてて、うん、取り外しがそうですね、ここも取り外しがちゃんとできるようになっていて、うん、そしてチャックの方が、はい、ついておりますので、チャックがありがたいありがたいですね、やっぱり女子は嬉しいポイント、うんうんうん、なんか中身が見えるか見えないかと違いますよね。違いますね。あとこうね、盗難防止とかね、うん、そう使いやすいと思うので、うん、はい、ぜひこれも、はいはい、世界観が詰まっている形 と絵柄なので、うん、はい、見てほしいですね、うん、そしてもう一個がエプロンですね、うんうん、はい、はい、はい、ちなみにあれですね、バッグは全部色展開が白のみですね、うん、はいはい、ホワイトのみになっています、白のみ、はい、では、続きましてこちらですね、今2人で着ているエプロンがサーカスシリーズからも登場しました。コットンのエプロンになっておりまして、うん、私が着ているのがホワイト、うん、そしてタイヤさんが着ているのがイエロー、はい、はい、ですね、になっております。絵柄と形は全く一緒で、一緒です、色違うんですけど、色ちょっと一緒に並ぶかな、私が、あ、そうですね、わかるかな、はい、わかるね、わかるわかる、ここら辺とか見たら、あ、そうですね、わかる、これも真っ白ってわけじゃないんですよね、うん、こっち確かに少しやんわりきなりっぽい感じ、うん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 、そうですね、これもイエローですけど、うん、本当にふんわり、うん、イエロー、そうですね、そんなにこうきつくない感じ、ほんのり、うん、ふんわりじゃない、ほんのりって言いたかった、ほんのりほんのりイエローなんで、はい、これもなんか可愛いですよ、可愛い、しかもこの紐とかまで全部柄があるで、首のとことかは、まあ、あのいつもね調節できるものにはなっていなくて、ちょっと大きめに輪化できているので、うん、まあ、結んでもらったり、まあ、あの直したりされる方もいると思うんですけど、あの意外と調節しやすいような長さになっておりますので、肩が凝らない、はい、首が凝らない、そう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 、そうなんです、はいはい、こちらの方も、はい、なんかこれでお料理したらなんかもう気分が、いやなんか可愛いですよ、うん、いいですよね、できそうな気がする、できそうです、できそうです、はい、うん、なんかこのコットンですけど結構こう張りがある感じの、うん、
なんかペラペラな感じじゃなくて、うん、あの本当にちゃんとしっかりした感じの生地なので、そうですね、いいですね。なんかこう季節問わず、うん、通年で使えるんじゃないかなと、うん、そうですね。でもなんかこうちょっと高級感があるというか、なんかそんな感じ。きっとこうなんか今こうやって見るより多分こう、着た時の方が多分これはすごい感動すると思うので、なんかすごいポップな絵柄なので、はい、なんか家事楽しくなるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひこちらも見てみてください。はい、で、あの最後なんですけども、実はここにひっそりいるこのちっちゃなこちらです。はい、はい、ハンカチです。ハンカチ。好きじゃないですか。めっちゃ好きです。なんか私もこの前のシーズン、秋冬ですね、秋冬ので登場したファーマーズファミリーっていうシリーズのこういう可愛いテキスタイルのハンカチを買っちゃったんですが、可愛いですね。なんかこうこの柄可愛いし、だけど例えば洋服だったりとか、あのバッグじゃちょっとなんかこう、ちょっと気恥ずかしいというか、そうですね、っていう方とかはぜひなんかハンカチだったり小物は本当にいいですよ。毎日こう持ち歩くし、その上すっごい可愛い、そしてリネンなので、そうリネン、すごい使いやすいです。今この情勢の中で、やっぱトイレとか行っても、公共のトイレとか行っても、あのウィーンってできないじゃないですか、今。いや本当にハンカチを忘れたら結構大変だなって。わかります、わかります、今の時代。そうなので、もうなんかハンカチバリエーションを増やしたいなと私は個人的に思ってます。そうですよね、可愛いハンカチをいっぱい持ちたいなって。めっちゃわかります、そうなんですよね。しかもなんかこうガサガサって探すたびに、お気に入りのハンカチが出てきたらちょっとやっぱり全然気分が違うというか、違う、今の状況にも合っているし、可愛いし、いやめっちゃいいと思います。こうパッて気軽に使いやすいと思います、なんか中には、ね、ハンカチで使うのもったいないっていう人もいるんですけど、ぜひ使ってください。使ってほしいです。そのために作られてるって。そのために生まれたんで、この子は。はい、みんなに使ってもらうためにぜひ使ってみてください。はい、もう2年は乾きも早いですしね、めっちゃいいですよ。ではこのハンカチもぜひ、こういうのがね苦手な人たち、ちょっと前面とかは、ちょっと私のキャラじゃないわ、私もキャラじゃないんですよ、私も全然キャラじゃない。そういうなんかこうめっちゃ可愛いしめっちゃ好きなんですけど、こういうのを身につけるキャラではないので、ちょっとハンカチとかでこっそり、あの楽しんでます一人で。すごいわかる。はい、そんな感じでちょっとあの秘めて持ってもらったら嬉しいかなと思います。はい、はい、ということで今回はあのこの5方ってちょっと数は少ないんですけれども、今後もサーカスシリーズはまだまだあのいっぱい入ってきます。できます。お洋服もいっぱい入ってきます。この T シャツもこれだけじゃなくて、他にも違う種類も入ってくる。そうめっちゃ可愛いんですよ。可愛いんですよ、本当に。本当に可愛いので、ぜひあのこういうのを身につけるのがもう全然苦じゃないっていう、好きっていう方は、そっちの方も引き続き見ていただけたらなと思います。ということで、本日はサーカスシリーズのご紹介でした。あの本日ご紹介したのものは全部下の概要欄の方に書いてありますので、ぜひあの気になるものはタップしてもらってオンラインで見てみてください。はい、ではあのチャンネル登録とグッドボタンですね、していただけたら大変嬉しいです。はい、それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。